はい、こんばんは。栃木のたけし農場です。最近ね、今映っている NEC の、LL750 っていうパソコンなんですけど、調子が悪いので、今ね、実はこれ2つ重なってるんですよ。で、こちらのね、バックアップ用のパソコンに変えました。で、スペック的にはね、ちょっと落ちるんですが、まあそこそこね、バックアップでも使えるっていうのが分かりました。そうなんですけども、編集ソフトですね、パワーディレクターが、使い慣れた古いバージョンではなくて、こちらのバックアップの方は新しいバージョンで、いまいち使い方分かりません。で、まあ、いろいろやってみたんですが、なかなかね、やっぱり古いやつの方が、もう人間も古いんでしょうがないんですけどね、使いやすいんで、まあ、とりあえず、通常の、パソコンとして使うときは、このね、今映っている古いパソコンじゃない、ごめんなさい、バックアップを使って、動画の編集のときだけね、この上に載っている、新しいパソコンを使おうと思ってます。で、これもね、長時間使わなければ、すねないんで、まともに動いてくれますので、まあこれがね、もう完全に壊れたら仕方ないんですけども、まあ完全に壊れるまでは、動画の編集はこちらでやろうと思います。で、今ね、SSD 使ってるんで、動画の、編集やった動画は、外部のね、SSD に入れてますので、こちらの古いパソコンが突然使えなくなっても、データはね、SSD の方に入れてるんで、特に問題ないんで、やっぱり使いな慣れたね、古い OS っていうか、古いソフトの方が使いやすいんでね、とりあえずそちらで使いたいと思います。以上です。